国道360号終点石川県小松市、空港西口交差点国道360号は、富山県富山市から石川県小松市に至る一般国道である。起点からの重複区間国道41号との分岐、富山県富山市井の谷起点の富山市から、同市市、井の谷までは国道41号との重複区間となり、起点の富山市と終点の小松市を除いて、 路線のほとんどは山間部を通る。岐阜県白川村から石川県白山市にかけて両県境をまたいだ分断区間があるが、事実上有料林道の白山白川号ホワイトロードが大体路になっていて岐阜、石川県境を越えることができる。なお、終点の石川県小松市浮柳町の空港西口交差点は、 石川県道20号小松香賀線との接続となり、他の一般国道とは接続していない終点交差点である。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。阿毛峠区間岐阜県日田市河井町阿毛岐阜県、日田市から大野郡白川村を結ぶ阿毛峠区間は、例年11月から翌年5月、または6月まで、冬季閉鎖が実施される。 この区間では、豪雪地帯で、雪解けとともに、道路の破損箇所や、ガードレールなどの破損箇所の補修工事が行われるため、閉鎖期間がさらに延長されることが多い。そのため、1年のうちで、実質2ヶ月間しか通行できないこともある。阿毛峠越えの区間は、いわゆる、国道と呼ばれているところで、阿毛峠の北側の区間は、 崖に面した交渉を走るためガードレールが設置されている。道路の改築事業として、富山県富山市から岐阜県飛騨市にかけて、丸山バイパス、シュグラ、ダホバイパス、宮川細入り道路、細入りバイパスが建設され、シュグラ、ダホバイパスの一部区間を除きすでに供用を開始している。種蔵ダホバイパスの未開通区間は、岐阜県の財政状況が厳しいため、 完成まで長期間を要する見込みである。道の駅、編集石川県白山市小僧と山県から岐阜県にかけて JR 高山本線や神通川上流域の宮川に沿っている。沿線には合掌造り集落で世界遺産になっている白川号がある。白川号では賑わいを感じることができるが、起点、終点の平地部を除いて路線のほとんどは、 険しい山間部を通る。アモ峠の陶器閉鎖管内において、白川村川で、アモの中滝を望むことができる。国道8号、小松バイパスとの交際石川県小松市八幡富山県岐阜県石川県。ありがとうございます。